1945年8月1日に、日本全国の都市に投下されたアメリカ軍による空襲を予告する連単。画面左下2番目には、福山の文字が見える福山大空襲は、第二次世界大戦末期の1945年8月8日深夜に、広島県福山市や深安郡深安町など、周辺部が受けた空襲である。 福山城月宮倉付近から撮影された焼け野原になった福山市外米占領下のマリアナ諸島テニアン島の基地より発進したアメリカ陸軍戦略航空軍所属の B-29 爆撃機91機が南方海上美の島上空から福山市に飛来。午後10時25分、一発の照明弾が船町上空で炸裂。 午後11時35分までの1時間10分間、M47,132.9 トン、M17,416.5 トンなどの、焼夷弾が投下された。沖の神、奈良津、木の小方面に、火柱が上り、市役所、警察、駅、学校など、主な建物は芝叩く間に焼け落ちた。国宝服山城天守も崩れ落ちた。 空襲が始まると、多くの市民は郊外に避難をしたが、防火活動に従事した人々、原子爆弾に対する防御として、防空壕から離れなかった人々、逃げ場を失った人々など、354人が死亡した。当時の福山市にあった火薬原料を製造していた日本火薬、爆撃小準機などを製造していた、三菱航空機、帝国占両などの軍需工場、 帝国陸軍不評第41連隊司令部及び、その付属施設、帝国海軍福山海軍航空隊が主要な目標とされた。夜明けとともに、幹線道路の確保、戦災者の救護、遺体処理作業などが始まったが、その活動が終わったのは9月6日であった。空襲で焦土と化した福山市外被災した、国鉄福山駅死者354人重傷者122人。 軽傷者742人、消失家屋数1179個、被災者数47326人、市街地の約80%にあたる314ヘクタールが消失した。また、当初は昼間の爆撃が計画されていたが、出撃時の事故で滑走路が使用できなくなったため、夜間爆撃に変更された。市内には陸軍や、 海軍配置の複数の降車砲などが配置されており、反撃したが戦火はなかった。福山大空襲の慰霊碑墓子3人、像1969年、当時の福山市議会議長から慰霊碑混流の発議があり、市政55年記念事業として、1972年3月に福山市中央公園内に混流された。この慰霊碑は、追憶と命名されており、 空襲から逃げ惑う母子三人の銅像である。この像のモデルは翌日に田んぼで火に巻かれ絶命していた母子三人である。原爆福山戦災死没者慰霊式が1954年から毎年8月8日に原水爆禁止運動副産推進連盟の主催でこの像の前の広場で執り行われている。なお、 公園整備により2008年に周辺が新調された。なお空襲の慰霊碑の隣には、広島原爆の慰霊碑も混流されているが、これは8月6日の広島市への原子爆弾投下の救援のために、福山市中流の部隊や、勤労奉仕の市民が向かい、入試被爆の犠牲になったものが少なくなかったためである。また、この慰霊碑は、 福山市人権平和資料館の建設を記念して、1994年8月に、室内用にもう一体制作された。同館において、空襲の被害についての展示が行われている。ありがとうございます。